はい、どうもこんにちは、ロクドルフです。今日は、レゴで棒眼的なものを作ってみたので、今日はこちらを紹介していきたいと思います。で、こちらは、文字通り、タイトル通り、弾を飛ばして、遊ぶものなんですけれども、これはゴムで、こうやってパチンコ形式でパーンって飛ばすんで、棒眼に近づいてんじゃないかなと思います。もし違ったらコメント欄でよろしくお願いします。で、これは、説明は後にして、やっちゃった方が早いと思うんで、やります。これが玉となっています。3×2 のブロックに 2×1 のブロックをくっつけただけです。で、この 2×1 のブロックが出てる方を手前にして設置します。この、ゴム、ここの部分に引っ掛けて、ここに打ちます。で、一応ターゲットも作ってあるので、そちらも使います。え、こんな感じで。それでは行きます。ここのゴムを上にずらすと発射されます。はい、ターゲット録音。ちょっと、これで見えなかったかな。あ、ごめんなさい。よいしょ。次は、ちょっと見やすいようにします。それでは行きまーす。あ、ごめんなさい。結構威力は強いです。はい、こんな感じで飛べます。飛べます。で、これは簡単です。ここにゴムが引っ掛けられているので、ゴムが、元の状態に戻ろうとする性質を使って、このままゴムを弾をゴムで、パーンって弾いてる感じになります。おぉ、みたい。で、これ、じゃあ、今から、じゃあ弾3つ使ってるんだけど、2つにして、こちらを、ね、一発ずつ当てようっていうゲームをやりたいと思います。ってことで、失敗は許されまへん。まへんよ。許されまへんよ。許されません。それじゃあ、やりましょう。一発目。じゃあ、青狙いたいと思います。ピントがこっちにやっちゃってる。それじゃあ近すぎな。いくぞ。せーの。よし。よしよしよし。結構ね、まあまあな距離だけど、これじゃ届くんじゃないって。そこは許してください。次、緑です。これで当たんなかったら、もう負け確定です。お願いします。せーの。ちょっと遠くしていこうか。せーの。イエーイ。あ、倒れなかった。だねー。こんな感じでみんなで遊ぶのを楽しんでないでしょうか。レゴは、いろいろなもの、どんどんね、自販機とかガチャガチャとかいっぱい作れるので、皆さんもぜひこちら作って、自分なりにいろいろなものを作ってみてはどうでしょうか。それでは、こちらのレゴで棒眼っぽいものを作ってみた動画でした。動画でした。それじゃあバイバーイ。ちなみに構造は、この感じ。このゴムは普通の輪ゴムを使っているので、ここに余ったゴムを留める部分がくっついてます。で、この角度は絶妙な角度で、ゴムがちょうど引っかかるような角度になってで、必ず 100% かかります。もしかしたら 99% ぐらいかもしれないけど。それじゃあ、おいなら。Get to today.